にちは、カプリショーです。今回はですね、こちらの入れ物を作っていきたいと思います。折り紙を2枚使った作品です。とても簡単にできちゃいます。それでは早速作っていきます。今回はですね、こちらを使っていきたいと思います。こういった感じで底の部分が白い感じになるように作っていきたいと思います。これと逆のように色を出したい場合は、これから折る折り方と逆の折り方をされてみてください。まずはですね、縦横を半分に折っていきます。そうしたら、空いている線に合わせて上と下を折ります。中心に合わせて三角に折っていきます。向きを変えてこちらも同じように折っていきます。この部分を引っ張って、こちらも同じように引っ張り出して、ポケットを開いて、こうして潰して折っていきます。こちらも同じように、引っ張って開いたら反対側に倒して、ポケットを潰すようにして折っていきます。こちらも折ったら、今度はですね、角を反対側の角に合わせて折っていきます。そして、ついているこのラインのところで折ったら、中心に合わせてこうして折っていきます。こちらも同じように、中心に合わせて折って、残りの3箇所も同じように折っていきます。
これで完成です。残りの1枚もこれと同じように折ってください。2つできました。それではですね、一方をカットしていきます。このラインでカットしてください。そうしたらですね、この間にこうして挟みます。そうしてですね、こことここをつなぐところでこうしてこうして合わせたら、この部分をここと、ここに合わせて折って、ポケットの中に先を倒して差し込みます。こうして折ったら、この部分をポケットの中に差し込みます。そうしたらですね、このラインのところで線がつくようにしっかり折ります。そうしたらあとはですね、こうして立てていきます。これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。